はい、今回からアイゾトープ社のオーディオリペアツール RX7 の使い方を数回にわたってお送りしていきたいと思います。RX7 はレコーディングの際に入ってしまったさまざまなノイズを除去したり、音割れなどによって破損した音声を修復したりといったことを通常不可能と思われるレベルで実現できてしまうツールです。そのクオリティは非常に高く、このジャンルでは業界標準と言われています。もちろん、なるべくノイズの入らない環境でクリーンな音質でレコーディングすることがベストなのですが、意図せずしてノイズが入ってしまったり、どうしても取り直しが効かないといったケースはよくあることです。そういった際に RX7 を使えば、貴重なテイクを見事に復活させることができます。また、7からの新機能として、ミュージックリバランスというものが追加されました。ミックスダウン済みの2ミックスファイルをパート別に分解し、音量バランスを調整したり、ミュートする、またはソロで抜き出すといったことを可能とする画期的な機能です。このあたりも他にはない RX7 の特色なので、後ほど触れたいと思います。何はともあれ、まずは RX7 を使ってみましょう。この解説では RX7 のスタンドアロンバージョン、オーディオエディターを使用します。起動するとこのようにファイルを開く画面が表示されます。ドラッグ&ドロップするか、ファイルを選択して開きます。今回はこのように、あえてクリップ、つまり音割れを発生させたサンプルを用意してみました。一度聞いてみましょう。RX7 はレコーディングの際に入ってしまった様々なノイズを除去したり、音割れなどによって破損した音声を修復したりといったことを通常不可能と思われるレベルで実現できてしまうツールです。通常ここまで派手に割れることは少ないと思いますが、注意して原因設定を行っても想定外の大きな声が入って割れてしまっていたということはよくあると思います。もちろん取り直せればそれに越したことはないのですが、動画の音声などの場合そうもいかなかったり、取り直すまでもないがクオリティを上げたいといったこともあるでしょう。RX7 には様々なモジュールが用意されており、右のリストに並んでいるのですが、初めて見る方にとっては、どれが何の役割なのかすぐにはピンとこないと思います。そういった場合でも安心です。リペアアシスタント機能を使えば、AI が自動的にオーディオに含まれる問題を分析し、最適なツールを選択して適用してくれます。リペアアシスタントボタンを押すと、ポップアップが表示されるので、ここでオーディオ素材のタイプを選択します。ダイアログがナレーションや会話などで、ミュージックがその名の通り楽曲や楽器演奏、歌などです。それらに当てはまらない場合、アザーを選択します。今回はナレーションのサンプルなので、ダイアログを選択してみます。そして、スタートアナリシスボタンを押すと分析が始まります。分析が完了すると、オリジナルと3つの処理チェーンオプションをプレビューできるようになります。オリジナル、A、B、C とそれぞれ聞いてみましょう。RX7 はレコーディングの際に入ってしまった様々なノイズを除去したり、音割れなどによって破損した音声を修復したりといったことを RX7 はレコーディングの際に入ってしまった様々なノイズを除去したり、音割れなどによって破損した音声を修復したりといったことを RX7 はレコーディングの際に入ってしまった様々なノイズを除去したり、音割れなどによって破損した音声を修復したりといったことをRX7 はレコーディングの際に入ってしまった様々なノイズを除去したり、音割れなどによって破損した音声を修復したりといったことを。どれもクリップによる歪みが軽減されていますが、C がバックグラウンドノイズが少なく、音質も滑らかなようです。このプレビューでは処理の強さを調整することも可能です。下にあるフェーダーマークをクリックしてみましょう。強度のプレビューが作成され、強度を調整するスライダーが表示されます。これを動かすことで処理の強さが変更されます。RX7 はレコーディングの際に入ってしまった様々なノイズを除去したり、音割れなどによって破損した音声を修復したりといったことを。今回は真ん中がちょうどいいようです。さて、これで確定させてしまってもいいのですが、せっかくなのでどのような処理が行われているのか中身を見てみましょう。A、B、C それぞれにマウスカーソルを合わせるとチェーンに含まれるモジュールの名前を見ることができます。さらに中身を詳しく見るには、下の Open as Module Chain ボタンをクリックします。このようにポップアップは開き、チェーンの詳細を見ることができます。こちらのフェーダーマークをクリックすれば、モジュール内の設定値を見たり、変更したりすることも可能です。
内容の確認も済みましたので、処理を確定させていきます。レンダーボタンをクリックすると、プログレスバーが表示され、処理が走ります。処理が完了すると、波形にその結果が反映され、右下のヒストリーに履歴が追加されます。ヒストリーでは、リペアアシスタント内の各モジュールの処理も記録されており、どこでも好きな段階に移動することができます。あとは保存してしまえば、オーディオの修復は完了ということになります。今回はこのようにリペアアシスタントを使用しての簡易的な修復方法を解説しましたが、もちろん RX7 のポテンシャルはそれにとどまるものではありません。リペアアシスタントでは拾えない様々なノイズ等にも対応できるよう、次回以降各モジュールの解説へと進んでいきます。今回の最後に冒頭で触れたミュージックリバランスについて解説しておきたいと思います。ミュージックリバランスは、2ミックスをボーカル、ベース、パーカッション、その他に分離して再調整できるという機能です。こちらにそれらを含んだサンプルを用意しましたので、一度聞いてみてください。それでは適用していきます。右のモジュールリストの中からミュージックリバランスを選択します。ポップアップが表示されますので、プレビューボタンを押して再生しながら操作していきます。まずはボーカルを消してみましょう。このようにかなりの精度で消えています。続いてベースを消してみます。続いてパーカッション。最後はボーカルだけにしてみましょう。もちろん完全というわけではありませんが、ここまで分離して操作できるならば、ちょっとした調整ならばできてしまうということがよくわかると思います。センシティビティは上げることによってそのパートの明瞭度は上がりますが、一方で他のパートのサウンドも混入しやすくなります。下げるとより分離が厳密となりますが、不自然な加工音が発生しやすくなります。なお、このセンシティビティは他のパートとの相対的な数値となるため、数値に差をつけることによって効果を得る仕組みとなっています。セパレーションアルゴリズムはチャンネルインディペンデントが最も負荷が軽く高速な処理が可能ですが、分離精度は落ちます。ジョイントチャンネル、アドバンストジョイントチャンネルと進むにつれて分離精度は高まりますが、負荷が重くなります。レンダリングの際はアドバンストジョイントチャンネルでいいと思いますが、プレビューの際は CPU の処理能力との兼ね合いで適宜調整するといいでしょう。レンダーボタンで確定、レンダリングを行います。はい、以上今回はアイゾトープ RX7 の概要としてリペアアシスタントとミュージックリバランスについて解説しました。次回以降各モジュールの詳細について取り上げていきます。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。